皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。突然ですが、皆さんは俳優の阿部寛さんのホームページが有名なのはご存知ですか？俳優としても有名な阿部寛さんですが、その公式ホームページの知名度も高いです。なぜそんなに有名かご存知の方も多いかもしれませんが、なんといってもホームページの読み込みが爆速なことで有名です。無駄に凝ったりせず2000年代前半の個人サイトのようにシンプルなデザインを採用しているため、表示速度が非常に速くなっています。今回はそんな阿部寛さんのホームページに関するスレです。ぜひ最後までご覧ください。YK、通信制限かかったモーター、阿部寛のホームページでも見るか。草。読み込みノータイムはさすがに草。軽すぎやろ。見やすい。マジで軽いな。ちゃんと更新してるんや。草。100% 更新止まってそうなデザインなのに最新情報があるのが気持ち悪い。草、久しぶりに見たけど90年代のホームページ感すこ。フレームで草。昔のサイトかな。シュババ、で表示されて爽快やな。溢れる2000年代初頭感。90年代後半でももっと凝ってるページあるやろ。ちゃんと更新してるのが草。こだわりないんかこの人。軽い。有志のファンが作ってる公認ホームページやぞ。爆速で草。イケメンやな、抱かれたいわ。これ非公式やけど本人公認なんよな。やっぱシンプルイズベストやな。読み込み一瞬で草。無駄をそぎ快適さを追求したホームペ。アクセスしなければなお良いのでは。結婚できない男が12年前とか嘘だろお前。隠しページありそう。通信制限になったからって阿部寛のホームページ見るやつおらんやろ。背景の、阿部、寛、で草。20年前の個人サイトかよ。これに MIDI の BGM と来客カウンターがついてたら完全に20年前やな。爆速で草。最近のウェブサイトがいかに無駄だらけかよくわかるな。実際見やすいよな。ちなページのソース。草。草。草。CSS はちゃんとしてるから。情報処理のチュートリアルで作ったそれで草。草。さすがに草。ロストテクノロジーやん。クソシンプルで草。普通に好感が持てる。読み込み早すぎて笑うわ。十数年前のホームページの軽さ好き。背景の阿部寛必要か。壁紙が、阿部寛、阿部寛、阿部寛、どういうセンスやねん。今でも更新されてるのがほんと笑える。最終更新日2005年間がある。高速すぎてなんか謎の技術でも使ってんちゃうかって思うわ。読み込みの速さに特化したサイトと勝負したら勝った話好き。速度制限かかっても見れる有料サイト。ごちゃごちゃしてクソ重いページよりこっちの方がいいわ。ほんとだよな、今の HP は本末転倒。大した情報もないのに。マジで通信制限かかっててもサクサクだから月末はよくお世話になってるわ。このホームページ事務所任せなのかわからんけど、本人は自分のホームページが爆速なこと知ってるんかな。もともとファンが作ってて事務所公認だぞ。これ更新しとるの事務所関係ない外部の人間やからな、ファンが作ったサイトを阿部寛がそのままホームページに採用した説とかもある。ミクシーすらなかった時代の個人サイトやん。今のサイトの無駄さがよくわかりますわ、シンプルイズベストや。Y が小学生の頃趣味で作ったホームページと同じ作りや。小学生でももうちょい来るやろ。NPB のクソサイト思い出した。爆速ホームページほんとしこ。読み込みバー君現れなくて草。2000年代前半の個人ブログより安っぽい。企業公式で最も爆速ページやろこれ。まだあるのか。とっくにサポートも打ち切ってるやろ。画像ドーン、音楽ドーン、動画バーン。ってサイトより全然好感持てる。画像読み込みの方が遅いという凄さ。画像の読み込み遅かったわ。イメージがあるの画像よりホームページの方が表示早いのほんと草。ほんまに軽くて草。これはベストを尽くしてますわ。一流のデザイナーと俳優は引き算をするらしいな。阿部ちゃんだから余計に好感持てるのもある。コンピュータの性能上がったからごちゃごちゃさせたりアニメーションみたいにおしゃれにしたろ。って発想のエンジニアは見習うべき。ほんこれ。ちゃんと更新されてて草。草しか生えない。Y が興味あること書いてある個人ブログを見ていて更新が数年途切れてると悲しくなる、なくなったんかなって勘ぐっちゃう。すべての企業はこれを見習え。サイトなんてこれでいいんだよ、くだらないものつけすぎやで最近は、無駄に重いだけや。ホームページビルダーとかあったよな。草。
ウェブのデザインはそろそろ軽くしていこうよ。ほんと、デザイナーの大半は無駄だと思うわ。優秀なデザインって Amazon みたいな使いやすいデザインのはずなのに、いつの間にか意識高いデザインが評価される風潮あるよな。日本語はフォントその他の問題でフラットデザインやレタリングに頼れないのが辛い。アニメホームページも無駄な演出入れんとこんな感じにしてくれや。壁紙に笑う。全略プロフィールをちょっといじったらこれできそう。こんなのってどうやったら作れるんや。性能上がってもいろいろ詰め込みすぎてかえって重くなることの多い現代の機器へのアンチテーゼ。わい、安倍博士のホームページもあったな。せや、名取裕子のホームページも見たろ。爆速で草。同じ事務所やんけ。それは気づかんかったわ。プロフィールちょっと文字かぶってんよ。これは京都地検の女。こっちの方がまだ2000年代。この文字がダブってる感じいかにも昔の個人ブログ感ある。素晴らしいとしか言いようがない。最近のウェブデザイナーは反省してどうぞ。軽いソースコードに表示に時間がかかる重い PNG 画像がいいバランス取れてた。画像が表示されるまで書かれてる文を先に読むという流れ。安物の B 級映画やろな。くさ、これはこけるやろな。下北沢のしょぼい劇場で上映してそう。チンピラ英訳かな。ホームページのしょぼさとネームバリューの強さのバランスがめちゃくちゃでくさ。誰やねん誰やねん、 100% 売れんわ。どうして通信速度制限にかかったら安倍博士のサイトを見るのか。すべてのウェブサイトがこんぐらい軽量になったら通信量めっちゃ減るだろうな。ちなどうもと強しのぐっそ重いホームページ。なんやねんこれ、クリスタルがくるくる回ってるとこから進めへんぞ。こいつのせいで通信制限かかったわ。すごい凝りすぎてて草。こんなの待ってる間に繋がらね、やっぱりやってなってみなくなるよな。無駄に凝りすぎるのも逆効果だわ。すごい、わざわざ下のボタンをしっぱなしにしないと見れないとか嫌がらせすぎて草。こいつといい西岡といい強しは変なこだわりがいるんかって話やな。すごすぎやろ。情報量の割に重すぎ、クリスタルはおふざけか。スマホ傾けてもクリスタル動くんだな。こんなクソ重いホームページ作るよりダイエットしろよ。しばらく見ないうちに風貌変わりすぎやろ。くさ、キム・ジョンウンやんけ。お前適当な画像貼るなや。マジトロサーモンやん。キム・ジョンウンでくさ。スーパーマリオランドの公式サイト押しこれ。Y が初めてプレイしたゲームやは懐かしすぎ。20年近くこのゲームで遊んで初めてキャラ名知ったわ。早すぎてくさ。安倍博士と良い勝負でくさ。Y って、通信制限かかったもうた。西岡剛のホームページでも見るか。右すっかすかでくさ。左よりシットミンに修正されたんだよね。右すかサイト懐かしい。今は洗練化されてるからセーフ。サクサクでくさ。ゲーム自身があればホームページなんて激辛でいいんだな。すべてのウェブデザイナーはこれを見て原点に立ち返るべき。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、2ちゃん放送局でした。